創始してはいかなありがとうございますバですチプリムさんのこの意見紹介していいですかはい開戦前の議席は さあお送りしております先松市のハッピータークでございますはいどうぞ今日は今週日曜日に投開票されます参院選のこの争点についていろいろとまあ私的ですけどねそうですね見ていきたいと思いますえスプリームさんからですね民主主義の原理原則で言えば改選前の議席を自民党が確保できなくてもえ参院選ではねじれは生じないはずしかし数の理論だけでなくぜぜひひで議論してほしいです ということですが、うんまあ、いい意見だと思いますが、はいまあ、その是正否決の中の,そのテーマだと思うんですなんか超党派でやるのはやってほしいではありますね、まあ、やってるんでしょうけど、うんまあ、特に今回の、あのー、選挙において、一つの,あの争点としては、憲法改正というのがね、はいろ、はい,はい、はい、んなっておりますので、まさにそれこそ、超党派でこの憲法というものにしてもおいて、はい さまざまな角度から議論を重ね、まあ国会としてある一定程度の、はい、まあ結論を出すというのが、まあ憲法調査会のお話だと思いますけれども、はい、それがあの今後、どのように進んでいくか、うん、まあ憲法の中身がどういうふうな中身になっていくか、はい、あるいはその議論の中で、その政党ですから、その政党の持つその、まあ、いわゆる主張というものがどういうふうになっていくかということも、 まあぜぜひ,ひというか、議論の中で各えまあ政党がですね議論をしっかりと国民に解除してもらいたいというのがあると思いますが、まあ、いわゆるぜぜひひでもいいと思いえ、尻尾ミさん、同じく、はい、市長とこの首長と地元選出の国会議員の超党派の意見交換って行われているんですかって来てます。 超党派では少ないというか、私の経験上はないと思いますいわゆるその、まあ、41市町村ごごあの、沖縄にもございますけれども、例えば保守系、革新系という枠組みの中においては、はいはい、沖縄県が例えばその、まあ、先ほど申し上げたように、一括公金。はい のえー、議論をする場所というのがあるんですね、<ー>会議体が、それが沖縄振興,町あ沖縄興、えー、市町村会議ということで<ー>まあ年度末というか、新年度に向けての一括交付金の市町村の配分率、はいえー、配分額というものを議論する、それはですね、あのー、県庁の沖縄県知事を筆頭とする、はいえー、各セクションの部長級の方々、はい、そして市町村の長組長が。長 うん、まあそういうような形で、会議体形式のやつあるんですけど、国会議員となると、どうしても各政党のやっぱりあのまあ党の考え方がございますから、なかなかこれを一同に会して、超党派で話す機会っていうのは、まず私の記憶ではないかったと思いますなるほど。はい だそううですす、はい、ありがとうございま今度、機会があったらそういうのを提案したいと思います。そしてきょ、ね、うは、ん、21日投開票の参院選のことですが、うんえー、続いて福祉・子育て高齢者福祉について、うん、福祉の分野ですね、はいえー、ここはどう見ればいいですかね、この候補者4人の。 あのまず全体的な日本全体としての,その,あの福祉政策ということを考えたときに今の政権は消費税を上げて、はい、まあその消費税を上げた分のいくばくかをこの福祉、はい、まあ子育て支援とかうそういうようなところで、えー、まあ補っていくという、はい、予算を、えー、支出資するという話でございますから、はい、そこはしっかりとはやってもらいたいと思いますし、はい、まずあの少子高齢化ですからやはり 子育てしやすい環境を作るために取り組むということは、日本全体として必要だろうし、また最近では年金の問題が出てますけども、も、ね、高齢者にとって一番大切なのは、はい、安心だと思うんですね要するに老後が、うん、まあ経済的に不安になってくると、はい、それはどうしてもやっぱりあの生活苦になるだろうし、はい、まあそこの仕組み作りをしっかりとやるということは、まあ、制度設計というものを国政の場でしっかりと議論できるように。<ー> まあ私も市長を経験しておりますけれども、はい、理想だけでいうと、うん、お金は市民、県民から取らずに、はいはい、サービスは充実させたい、はいはいはい、まあ、それは理想です <laughs> 理想なんですよね。でも一番、我々が一番問題としているのは常に、はい、予算なんです、お金。はいはい、お金を確保しない限りはサービスできない。はいはい、だお,お金を確保,確保するために何をするかということの一つの手法というのも、選挙の中で考えるべきだと思います。 まあそれを日本全体としてね、法律ですから、法治国家であるから、例えばあの子育て支援のための法整備をしながら、予算をこう組み立てていくときに、消費税の何パーセントを使うという、今度はあの2%かなえー10、10%なんだよね。が、何パーセント上がりますので、その上がった分のいくばっかは、そういう福祉で使うと。じゃあ、今回、沖縄選挙区から見た場合に、 各候補者の、えー、公約がありますけれども、はい、私はまずあの福祉という分野で最も一番、ね、解決してもらいたいのは,はい、はい、貧困問題だ<ー>と思いますね。貧困問題といえば内閣府から、うんえー、特別予算として10億円が当初計上され、それをあの各市町村に、はいえー、貧困対策事業として配分をされました。うんまあ、それは10分のののいいわゆるその市町村の負担のななような えまあ予算としては非常にありがたい予算なんですけれども、ただ抜本的に解決するために、やはりあの全国の3倍近くの貧困率が沖縄ですから、そこに部分について、しっかりと光を当てていく、かつそれはあの貧困ということからすると、何が原因なのということの、まず原因を追求するというか、それも分かってますけれども。 いわゆるお父さんやお母さんの収入が全国一低いというものの中で、やっぱり120万とか130万ぐらいの年間所得が低いとなると、貧困に陥ってくるという負の連鎖がございますから、やっぱり経済、プランス福祉というのは、ある意味、連動するところがございますから、そういう連動する中で政策の実現性というものを、今回の公約の中で4名の方々がいらっしゃっておりますから、私からすると、多分 貧困問題の解決に向けてのプロセス作り、公約というものも注視すべきではないのかなと思います。まあ一方では、はい、まあちょっと子、あのー、育,育てというか、えー、一方では、今度高齢者先で、実は沖縄県も、あのー、他の都道府県から比較すると、はい、若干これ、緩やかなんですけれども、はい、間違いなく高齢化社会に向かっているんですね。はいはいはい じゃあ、あと何年かすると、うん、さらにその人口比率からすると、多分高齢者人口っていうのは増えてくる。はいはそうすると、先ほど申し上げたように、はい、高齢者の安心というものをどう確保するかというときに、医療分野の拡充もそうだろうし、はいまあ、独居老人、認知症、あるいはさまざまな病気というか、あのまあ、障害の持っている高齢者もいらっしゃいますので、そういう方々のための生きがい作り、あるいはそのあの外に。 出るそういうのは市町村ではやっているんですけども全体の沖縄の中でこれも先ほどのお話になりますけど振興計画の中でどういうふうに反映しながら暮らしという部分でどの世代にも手厚く暮らしやすい環境づくりの沖縄を作っていくかというに私は政治という部分やで政治を活用する簡単に言えば政治力を 沖縄は、えーまあ、使うべきだと、うんまあ、後ほどまたその理由をお話し,しますけどもはい、はい、そんなような感じで、えーまあ、子育て世代からすると貧困対策高齢者からの視点からするとこれから迎えられる高齢化社会についての取り組みの中で、はい、どういうふうな形で安心な高齢者のための環境づくりをするか。 これ制度の話をされると難しくて、うん、僕ら市民はなかなかピンとこないかもしれないですけど、うん、やっぱ制度の話まである程度やってる方を見ていただければなと思いますけど、うん、あの基本、やっぱ国政選挙ですから、はい、先ほども政府の方針というか取り組みというものが賛成、反対とか、はい、推進する、推、はい、進水しないというのはあるかもしれませんけども。はい ただその視点というの中、例えば沖縄の問題こういうふうな問題があると、全国ベースからしても、こういう問題を片付けな、片付け、解決しないといけないから、国会の場で親近かつ、理想は超党派で取り組みながら、今ある問題、課題というものを解決するための、ある意味、公約の中で、しっかりと反映するということは大切なのかなと思いますそうですね。 さあ、はい、えと銀のトロンボーンさんから来てます、はい、前から思うのですが、うん、議員当選した後何をやったか見えないし、また有権者、えー、自分も含め、うん、政治に興味のない方も多々いると思うので、うん、そんな方々にも興味を持てるような身近な活動、触れ合いとかもやらないんですかって来てますが、なったほういいですけどね。 <laughs> まあそうです、ねあ,のまあ多分年から年中、毎回あの政治の話すると、大体、リスナーの方々も、いいや、聞かないや、<laughs> つまんないやというようになるかもしれませんけどただやはり私どもも政治家としてね、政治の現場に入った場合に、やっぱり選んでくれた方々のために、結果を残そうという努力をするんですまあ特にあの市長になってからそういうものが強くて。 少なくとも自分が作った公約については取り組みをする、あるいはその取り組みの中で結果を出す、うん、というようなことが、まあ、私どもであればあの司法という、うん、まあ公の,あの媒体というか、もので結果を残せるんですけども、はい、議員さんとなると、なかなか公では難しい可能なかりやっぱりあのいろんな、えー、集会を持ちながら、自分がやっていることをですね、うんうん まあ一人でも多くの方々に PR というか、まあ情報を発信するのは必要だと思いますね。必要ですね。さきみさんも結構 SNS とかもね、やってらっしゃいますね。あの政治だけではなく、ていろんなもの、あの今日はどこで会めしを食べたとか、朝はだっかあの子供たちとね、ハイタッチをしたとかね、そうお手振りをしながら、まあ何気ない一コマ一コマですけども、まあ少しあの政治家がね身近に感じるようなことであれば。 いいのかなということでやっておりますけども。はい。はい、ありがとうございます。そして三、えーうん、番目、はい、この立党対策支援っていうのもまた重要になってくるのかなと思いますが、うんはい、あのー、ご案内ですけ沖縄は当初県であるし、はい、本島そのものも、えー、実は島である。はいはい、本島が一番大きいんではあるんですけども、はい、それ以外の島っていうのは、はい、大小さまざまな三十九の漁字、えー、離島がありますけども。はい 離島のかかか苦しみとか悩みととと悩あるんんだと思うんですねはいは例えばそのあの飛行機がないとか船でしか行けない、うんうん、でもその毎回とあの本島に出ることもできないんでやはり運賃がかかる、はい、そういう移動するための運賃の問題とかそれは軽減できるのかどうか、うん、で学校の教育の問題もある親御さんのところは離れて本島の学校に行くんですけどそれは経済的にやっぱり大,変大変です大、ね、変例えば医療はいは あの宮古石垣辺りだったら、その県立病院はありますけれども、他のちっちゃな離島は、休、はい、館が出た場合どうするか、ははそこは自衛隊にお願いをする場合がある、うんうん、ですからさまざまな分野で離島というのは、そこの地域の魅力はあるにしても、はい、住んでいる以上はやっぱり本島との、まあ、差が出てくる場合があるんで、んそこに対して、まあ、きめ細かな対策をできるかというのも、一つの政治の役割ではないかなと思います。なるほど いいろいろ大変ですね、はい、このやって考えたら。ですからその、まあ、逆に言うと沖縄は国境離島ですから、はい、まあ尖閣の問題が今あの、いろんな紙面でも飾られておりますけれども、はい、以前は尖閣列島にも人が住んでた、鰹節の工場もあったと、そこに人が住まなくなって、こういう状況になったということも、われわれはやっぱり勉強すべきところになるし、る離島に住んでる方々が、はい、まあ生活が厳しいとか、 いろんなあの情,あのまあ情勢においてだんだんと人口が減ってくるとなると、うんはい、そういうことも私は懸念される一つではないのかなとい、うん、やっぱりそこに住んでる方々が、まあ、当然あの生活も豊かであるし、はい、まあそこに住んでてよかったと思えるようなね、うん、やっぱり環境を作っていくことも、まあ、何らかの形、まあ、当然あの沖縄県が、えー、率先してそういうことをです、ね、取り組もうとは思いますけども、はい、国政の場でもそういうことをですね 沖縄県の代表として発言をし、結果が残せたらいいのかなと思いますそうですねそして、これも重要です基地問題、について基地問題私の視点というか、意見からすると、優先は何なのかという、特にはね、私はずっとこの間、市議会議員、県議会議員、市長として、普天間を抱える宜野湾市の代表として。はははいいい 最も重要なのは普天間だと思うんですねはい、はい、基地問題いわゆる米軍施設問題というのは、うん、基地の負担軽減、はい、危険性の除去を何よりも重要視しよって沖縄の基地負担を軽減のために、はい、米軍施設の整理縮小というのが話した1996年の日米合意のいわゆる普天間飛行場の全面返還合意から、うん もうすでに24年目を迎える、はい、よって今回の選挙において、ですね、うん、この24年の年月の重さというものを、やはり理解をし、うはい、どうやったら普天間飛行場が返還できるか、まさにもうあの先ほど、リスナーさんからメール来てましたけれども、はいはい、超党派で考えてもいいのではないかとはいはい、はい、そうですよねあのいわゆるその24年の間に、事故があったんですよ。うんうんうん ヘリ落ちてるし事故が起こったとき当然これはね、憤慨するし、当時、ヘリが落ちたときには、幸いにもというか、犠牲者が出なかったという話ではあるにしても、じゃあ、それから教訓として、一日も早く返還するというようなアクションを、そこじゃ閉鎖返還でもいいんですよ、ただ、できなかった、24年間あったときに、なんでできなかったのか。 日米両政府の合意事項の中身をしっかりと理解をしてるのか、うん、まあ大体一つの問題が今ね、辺野古の問題としていろいろと、あのー、報道ベースでは発表というかね、はい、発信はされておりますけれども、うん、私、そういうことを考えたときに、沖縄県のスタンスとして、はい、裁判闘争を今、繰り返し状況はい、はい、ただそのほか、普天間の危険性の除去について、どのような話し合いがされてるのかというのは、なかなか耳に入ってこないんです。はいはいはい ですから今回の参議院選挙においても私はまず普天間飛行場の危険性をどう取るか引いては復帰50年を迎えますけれども普天間飛行場が返還をされ返還された未来というものに跡地利用をどうしていくかということをやはり次の世代若い世代の方々にもプッシュというかどんどん,どん,どん,どんあの興味を持つような形で 発発表っていいいうう。のかな、発信した方がいいと思今あの、日米両政府は、ふってだけではなくて、金内以南の浦添のキャンプ・金座とか、那覇、はい、の那覇軍港、うん、あるいはこのチャタン地域のですね、インダストリアルコリートというのは、あの58号線沿いの米軍施設も返還するといって、いわゆる金内以南の1000ヘクタール、はい、人口密集地のいわゆる一等地の土地が返還され、うんはい これから第二滑走路ができる、うん、そうするとまさに沖縄がキーストンとなって、はい、アジアの中心地となるような、う素材として、このカデナイナ南の飛行場、まあ飛行場というか、カデナイ以南の1000ヘクタールの米軍施設が帰ってくる、もうそこにしても入れて、どんどん進攻経過の中に、この跡地利用を国益イコール権益イコールインターナショナルというようなグローバルな発想も必要なのかなと。 そっかこの3年、進攻計画の中にももちろん基地問題というのは整理しきしよう、当然ですけども、はいはい、この左向強っと言われる今言った日米両政府の合意事案を、ここ、はい、は推進すべきだと思う、うそれしか今、あの返還するこの手立てがない、日本とアメリカが約束したこと、これはまさに条約と、まあ、基本的には変わらないと思うんですよ。それれれを破棄されたのであればん普天間飛行場が われわれが一番望まない固定化ということも、今のアジア情勢からすると、なきにしもあらずだと私は思っています。ねだから二十数年間の時間をかけて、待って待って、結局、固定化ということで、最悪のシナリオだけはですね絶対避けなきゃいけないと思いますから、そこはあの有権者も含めて、ですね何を優先すべきか、日米両政府の,あの返還合意の原点というのは、 基本的なは街のど真ん中にある普天間飛行場が世界一危険だから、そして沖縄県民の基地の負担軽減の象徴であるというようなことが当時言われてましたんで、今もその心は変わらないと思いますから、今回の選挙においても、そういう基地の問題の中で、結果、形を残せる、うんうん、だから普天間機って、ちょっと見てほしいですね、こんなに近くにあるんだよっていうの、みんなびっくりしますからね、うん。 だからあのー、小学校もね、そばにありますから、本当に地方自治体でなかなかこれを回帰するためのです、ね、手法がないんですね、まだ国家レベルですから、うんやっぱ国会議員がいろんな角度から、うん、主義主張を言うのは当然大切、うん、その主義主張や、あるいは自分たちが抱えた公約をしっかり守って、これをやるっていうのも大切、ただ、結果ですから。はははいはい、はい 私はちょっとあの厳しく言うんであれば、即時閉鎖返還ていう人たちもいますけれども、じゃあ、どうやって即時閉鎖返還できるか、ここのプロセスをね、語ってもらいたいんですよなるほど、はい、それはね、ジレンマですが、うん、えっとシプリームさん、うんはい、トランプ政権の日米安保や地位協定に対する姿勢に不安はないですかって報道ベースからすると不安なところあると思います、<laughs> あ<る> <laughs> これがあれどう受け取りました。<laughs> あのー <laughs> まあ例えば沖縄の取り巻く環境というものが、はいはい、例えば復帰前後の時と今ではだいぶ変わってる変わりましたね、はい、特にこの台湾を含めてのアジア情勢、うん、まあ中国の、えーあのーまあ、戦闘機による領空侵犯などを含めて、はいはい、沖縄・那覇空港の自衛隊というのはスクランブル発進が、うん、以前はロシアだったのが、はいはい、今もう中国の。 沖縄から沖縄と宮古の間のこの海域をね、うん、中国の原子力を、減水のこうね、そう、これびっくりしますよね、潜水艦も通ると、はい、通っていると。はいはい、だからしゃあの、世界の中の秩序っていうものが、うん、実は今、緊張感あるのが、日本の中でも沖縄の環境ではないかと。 日安安保が日本の国防の基軸であるということは、うんはい、私もそれは理解をしてございます。うん、で、トランプさんのようなああいう発言をされたときに、<laughs> 一体全体をどういうふうにこれから見ないに <laughs> なっていくかっていうのは、これ、不安というか、うんあ、ちょっと怖いですね、はい。だから、基地のない沖縄っていうのは、まあ、いろんな方々で言いますけども、はいはい、基地のない平和の沖縄と。うん 基地がなくなったら、平和っていうのは誰がギャランティーを取るんだと。うそうですね。うん、だから、そこの部分は、ちょっと履き違えることなく、やっぱり。世界の中の、この、いろんな、か、あの方々、いわゆる、イノリリいの、国々との相手でございますから。はい、まあ、そ、こも含めて、しっかりと、沖縄が未来、英語、平和であり。そして、自立経じゃなくて、しっかりと足、ああの、ね。えー、方向を定めながら。はい、復帰前は。 東京からの距離が一番遠い沖縄が地政学的な不利性と言われて、うん、まあ,ある意味、復帰した直後は我々はうちのうちは田舎っぺで,、うん、で逆にいうとあの沖縄の人たちと英語話してたんじゃないのとそういうことも言われた時代があるけども今、もう47年経ってくると他の都道府県の人から見ると沖縄憧れであるですよね今、沖縄はアジアに近いというね、うん。 今までわれわれがか東京ばっかり見ていたものが、はい、365、360度、そこを全体で見て、アジアの視点に入れて、はい、アジアに近いんじゃないかと、地政学的な優位性という、不利性から優位性が変わったで、こういうところは私、素晴らしいと思うんで、んやっぱり世界に羽ばたいて、はい、世界の人が来たとしても、世界と、まあ、勝負ができる。う まあそういう人材も作っていくっていうのは必要だろうし、だからここはインターナショナルも含めて、やっぱりグローバルに、かつ人材育成をしっかりしながら、沖縄が明実ともにアジアの中心となるようなまあ形であれば、非常にいいのかな、そのためには県民諸国を上げながら、経済産業を伸ばして、教育の分野で、さっき言ったあの貧困の問題、あるいはあの進学する方々も少ない、学力も沖縄は悪い。 まあそういういことをですねちょっとあのマイナスの要因を話しましたけどそれをですね少し改善するための努力をしていく、はい、でスポーツの世界とか芸能の世界ではいい人たちいっぱい出てますねそうですね。うんどんどん世界の羽ばたいていけるようなまあそういうグローバルな,なんかあの沖縄を作っていけば誇りある沖縄がどん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 え成熟するんじゃないかなと思います。もう時間がねちょっっとなくなくてきましたが、はい えっと有権者に期待することって何ですか逆に僕ら有権者にあの確かに政治とりわけあの選挙っていうのは、はい、基本的に身近な身近でない部分もあるだろうし、はい、もう一つ言えば選挙のンビルスといろんなことを公約と掲げながらも意外と冷めてる有権者もいるかもしれませんただやはりあの参政権の歴史をも含めてね、うん、それはあの女性も参政権いるのに。 かなりの運動をしながらやってきた背景からすると少なくともこの1票というのは与えられた1票かもしれませんけどもある意味責任の1票であるとその投票所に行くっていう行為をねぜひ忘れずにまあこれからもずっと選挙になるたびにそれに携わってもらいたいというか選挙をしていただきたいというのがまあ私の有権者というか。 の方々に対する期待ですね。なるほど。ぜひ二十一日が参議院議員選挙の、はい、投票日でございます。はい、今日も明日も、はい、投票できますので、はい、期日前投票。そうですね。二十一日に、はいえー、投票できない方々は、はい、ぜひ一票。無駄にすることなく、ご自身の意思を投票行為の中で。投票することによって、示していただきたいと思います。う さあ最後にスプレームさんわ、はい、かりやすいお話をありがとうございます、はい。あいやいやありがとうございます。また聞いてくださーい。さっきのさんねやっぱりわかりやすいですね、うん、言葉がありがとうございます。はい、ボキャブラリーが少ないもんですから。<laughs> <laughs> まあ次回はねこういうな、はい、あのフ、ー、リートークでやっていきたいと思います,す、ねはい。ちょっとねその時事問題とかも扱、うん、いながらやっていきたい。まあ8月はねまた皆さんのご意見も聞きながら。はい テーマも一つ何かあれば言っていただければそのテーマに沿って一時間の番組を進めていきたいと思いますからぜひ参加をしていただきたいと思いますはい、はいはい、よろしくお願いします、はい、さあさっきまでのハッピートークお時間となりました本日もお付き合いよろしくあありがとうございました <laughs> はい選挙いってくださいよはいじゃあありがとうございます、はい、また来週お願いいしますまた来週さようなら,、はいさよなら